皆さんこんにちは、まちかどレモンです。今日は以前コメント欄でリクエストいただいた手帳のレイアウトについてアイデアをご紹介していこうと思います。私は記録帳としてお出かけ手帳を半年くらい続けているんですが、この間インスタで手帳に何を書いてるって皆さんにお尋ねしたら、食べ物の記録とか映画とか服とか様々なテーマで手帳をつけてらっしゃったので、今回は5つのテーマに絞ってそれぞれ2パターンずつ計10個のレイアウトアイデアをご紹介していきます。手帳の条件はそれぞれバラバラだと思うんですが、今回はなんとなく英語の方眼ノートをイメージして考えてみました。ご紹介しているアイデアはごく一部ですが、様々な組み合わせ方や応用が効くかと思いますので、ぜひ参考になりそうなところは皆さんの手帳にも取り入れていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずはお出かけ編からご紹介します。最初にご紹介するのは移動の過程を見せる書き方です。フレーム内に日付や行き場所、天気、誰と行ったかなんかを書いておき、ページの全体を使って移動した時間と過ごした場所を書いてみました。よく雑誌とかでは実際の地図を書いてルートを記すこともあると思うんですが、その辺はもう簡略しちゃっています。出発点にスタート、終着点にゴールと書いて、ここに旗マークなんかでアレンジしても可愛いかなと思います。そして順番ごとに時間と行き先、感想なんかをちょこっと書いていけば出来上がりです。ブロックごとにバランスよく配置し、空間を大きく使うのがポイントですかね。空いたスペースにはイラストを描いたりシールを貼ったりしてあげると可愛さがアップしそうです。もう一つ、写真やイラストを大きく見せる書き方なんかはどうでしょうか。雑誌とかでもよく見かけるレイアウトかなと思います。上部に行き先や情報をまとめて書いて、中央に写真ないしイラストを配置します。写真だとしてもちろんこのままマスキングテープなんかで貼り付けてもいいんですが、両面テープで裏面をペタッと貼り付けて、周りに装飾フレームを書いてあげると額縁風になってちょっと手の込んだ印象になるかなと思います。文章もちょっと込み出しを加えたり、本文も縦書きで書いてあげるといかにも雑誌っぽい雰囲気になるかなと思うので、ぜひ試してみてください。きちきちに文字やイラストを埋めていくやり方が個人的には好みなんですが、こんな風に余白を生かしたレイアウトも素敵かなと思います。続いてフォロワーさんの中でも特に記録している方が多かった食べ物編です。かなり幅の広いジャンルで書き方も絞りきれないんですが、まずは特定の好物を記録していく〇〇ログをご紹介します。例として今回ワインにしてみましたが、お気に入りのカフェやラーメン、カレー、パン、手土産などなど、皆さんが好きな食べ物のジャンル何でもありです。まず上にタイトルを書いてあげます。ここはリボンや簡単なフレームなどでデコってみました。そしてドーンとイラストを書きます。以前購入したこのスケッチジャーナルという本からヒントを得たんですが、形状が似たようなものが続くのであれば、アイコン化したものを用意してこれを貼ってちょこちょこっとデザインの特徴を書き込むという方法も手間が省けてありかなと思いました。フレーム内に産地や品種、アルコール度数なんかの情報を書いて、この下に感想をかけるスペースを設けています。一番下の方に日付を書くとちょっとページ全体が締まって見えるので、この書き方もおすすめです。もう一つ献立表のアイデアを考えてみました。これは見開きでワンセットになります。まずは左ページに1週間分の表を作成し、3食分ないし2食分の献立が書けるような欄を設けました。そして右ページに特に印象に残ったメニューをピックアップして、材料や作り方を書いたり写真を貼ったりしています。ご家族がいらっしゃる方であれば、例えば誰々がこんな感想を言ってたなというような一言吹き出しをつけてみるのも面白いかなと思います。ピックアップした日の献立にはこんな感じで印をつけてみました。1週間ごとでこのページを使っていけば、かなり書き応え見応えのある記録になりそうです。続いてのテーマは本です。映画なんかでも使えるフォーマットかなと思うんですが、まずはシンプルにタイトル、出版社、日付を書いて感想を記入していきます。自分の評価が一目でわかるように星マークを書いてレビューをつけても面白いかなと思います。
今回は3分割にしてみましたが、書きたい分量に応じて丸々1ページ使ってもいいし、4分割、6分割してもいいし、書きやすい方法を見つけてみてください。もう一つはお気に入りのフレーズ集です。今私もサニー手帳にこれを記録していて、自分のやり方を共有するにはちょっと雑すぎるので、もう少し綺麗にまとめてみました。本のタイトル、日付、あとどういうシーンに見返したいかを書いて、あとは箇条書きで言葉を写していきます。その書かれた場所がどこだったのか、いつでも見返せるようにページ数を書いておくと便利かなと思います。やっぱり私も年を重ねるにつれて、語彙力とか表現の幅のストックって多い方が人とのコミュニケーションを取るのがより楽しくなるなと思っていて、こうやってフレーズを残すことを継続しているんですよね。手帳にその時の自分が心揺れた言葉が書かれているっていうだけで、やっぱその手帳の価値もぐっと上がるような気がしていて、とってもおすすめの記録方法です。ぜひ試してみてください。さて、ここまで6種類ご紹介していきました。残り4種類も一気にご紹介しちゃいます。続いては、私はこれまでやったことはなかったんですが、お洋服記録のアイデアもご紹介していきます。まずはアイテムごとに並べていく方法です。ちょっと一昔前にインスタグラムでこの手の投稿をよく見かけていた記憶があるんですが、トップス、ボトムス、靴、カバンとかのイラストをポンポンポンと配置していきます。あとは日付とか気温とか、ちょっと一言書くという感じですね。1ページ使うのもなかなかしんどいかなと思ったので、半ページに分けてみました。もう一つのパターンは、イラストが得意な方は楽しいんじゃないかなと思うんですが、全身コーデを組んで書いてみました。縦に4分割して、上に日付を、下にポイントなんかを記入しています。髪型のアレンジを書いてもいいし、全体が組まれている状態なので、振り返った時もその時の服装っていうのを鮮明にイメージしやすいですよね。手間もかかるし、書くハードルはちょっと高そうですが、おしゃれが好きな方、イラストが好きな方にはぴったりの記録なのかなと思います。毎日じゃなくても好きなコーデが組めた日に記録するのも良さそうです。最後は感染、感傷の記録のアイデアを考えてみました。まずは感染の記録です。上の方にスコア表を書いてみます。こういう事実を記録するのって、頭を使わずにどんどんたくさん書き込めるから好きなんですよね。私は大相撲がすごく好きなので、番付表の記録もこんな感じでつけてみようかなと今思っています。そしてチケットを貼ったり、感想をたっぷり書いたりすれば、充実感のあるページになるかなと思います。最後はライブ鑑賞という体で考えてみました。これはもう楽しさ全開がテーマです。中央にライブのタイトルをドーンと書いて、周りに線を加えて躍動感を出してみました。あとは推しの似顔絵を描いたり、曲のリストを書いたり、興奮したポイントを書いたり、自分の好きをたっぷり詰め込んでみてください。このフレームは他のアレンジをしても可愛いです。例えばぐちゃぐちゃっとした模様を書いたり、周りに斜線を引いても簡単に可愛くできます。文字の太さに強弱をつけると、メリハリ感のあるページに仕上がるかなと思います。以上、いかがでしたでしょうか。私の本業であるグラフィックデザインの知識もたくさん盛り込んだつもりです。何でも自由に書く手帳もいいですが、一つのジャンルに特化した手帳はより愛深いものになって価値ある手帳になるんじゃないかなと思います。もし真似したいと思えるアイデアがあれば、ぜひ試してみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしています。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long.